さんこんにちは。脳科学の視点から潜在意識を上手に使って女性の夢を叶えるドリームプランナー実践会をシェアしております、リッチェ幸子です。今日はですね、潜在意識を上手に使ってですね、夢をどんどん叶えて本当にやりたい仕事をしているですね、方にインタビューさせていただきたいと思います。では自己紹介お願いしてもいいでしょうか。はい、キャリアコンサルタントをしています一ノ瀬京子と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、この講座に出会う前っていうのはどんな状況だったんですか？はい、32年働いた会社を、早期退職といえば、早期優遇退職といえばもう聞こえはいいんですが、リストラですよね。それで辞めることになって、でちょうど辞めた時がですね、会社で働いてた時に子供を2人育てたりとか、あと母の在宅介護をしていたりとかして、もういろいろあって管理職なれなかったので、そういう状態で での退職だったので、退職金も友人に比べれば多いわけでもなくて、で働かなきゃって思うんだけれど、54歳っていうのもあって、キャリコンさんには無理だよねとか、いろんなこと言われて、でどうしよう、じゃあフリーランスかなっても思ったんだけれど、そのお仕事、やりたいお仕事がその前の会社でやれてなかったので、プロフィールに書けるような肩書きもないし、役職者でもないし、行くと実績はとか、なんかそういうこと言われたりして、はい、どうしようっていう時でしたね。そんな感じでした。はいですね。じゃあもともとエンジニアとしてバリバリ活躍してたけれども、そこでの職をね、なくなった瞬間、私どうしたらいいんだろう、そんな感じだったんですね。そうですね、エンジニアでの再就職をしたくなくって、そうだったんですね。キャリアコンサルタントになりたかったので、資格はだいぶ前から持ってて。あ、そうですか。はい、キャリアコンサルタントはあるんだけれども、はい、ね、仕事としてやってなくて、ボランティアでずっとやっていたので、うんうん、はい、力はあるけど実績はないみたいな。そうするとね、なかなか突きが難しかったりね。はい、そんな中ね、こう出会ってくださって、ドリームプランナー実践会でね、学ぶようになって、どんな変化があったか聞いてもいいですか？はい、ですね、私なんてとか、あ、無理だよねと思って、気持ちに蓋したり人には言わなかったりしてたのが、やりたいことを割と口にするようになったんですね。そう、なかなか言えないですよね、やりたいことって。言えないです、言えないです。否定されるの怖くてちょっと言えなかったですね、なかなか。うん、でそれを口にするようになったら何か起きたんですか？はい、口にするようになったら、そのキャリア系 そのワークショップをやっていた時に、その時に出会った友人が、そういうことやりたいんだったらうちに来てよ、忙しいから、みたいな感じで。すごい。はい、なのでエージェントさんじゃなくて、その人脈で上場企業ですね、誰もが割と名前聞いたことがある会社の本社勤務、五反田で働くことになって、そうですね、おめでとうございます。まさか私も54歳で正社員になれるとは思ってなかったので。そうですよね、やっぱある程度年齢いくとね、はい、難しいって言われますもんね。はい、はい、そうですね、はい、あ、54歳じゃない、退職になったのが54歳だから、採用された時はもう55歳でした。そうなんですね。はいはい、後半です、50代その中でね、本当に自分の会社に本社勤務になるってね、はい、いやすごいことだと思います。はい、そしてね、そこで終わらずにさらにね、ステップアップしたって聞いたんですけど、もうちょっとその話聞いてもいいですか？あ、そうですね、そちらでは採用のお仕事の中で、内定者の学生さんが内定たくさん持ってて迷っている方とかのキャリコンしたり、あと職業訓練生の就職支援面談をしたりとかして、そういう中で実力をどんどんつけていって、それと同時にドリームプランナーの方でも認定コーチの方をコーチ講座を受けて、お仕事としてやらせていただくことになって、でもう面談がすごくたくさんやれるようになって、もうどんどん実力が上がっていったんですね。そしたらやっぱりそういうことをやっている中で、その私のそのお話しぶりを聞いた友人で、ハローワークに勤めてる方が、うち来ないよって絶対向いてるからみたいな感じで誘ってくださって、
でそちらの採用試験受けて、で受かりまして、ありがとうございます。すごい。じゃあ今は本当にキャリコン一本でお仕事されてる。そうですね、キャリアコンサルティングだけでお仕事させていただいて、もちろん学校連携とかいろいろ付随してくるものはあるんだけれども、キャリアコンサルタントですっていうふうに胸を張って言えるようになって、で通勤時間も半分になり、で労働時間は前の仕事の7割ぐらいになって、7割、はい、短くなったんですね。短くなりましたね。一応、はい、そうですね、1日 6.5 時間しか働かなくていいので、なんですが収入は 1.5 倍になりまして、すごい。なので時給換算だと2倍ぐらいな感じになって、はい。ですか。じゃあ最初ね、本当にお仕事をこう辞めなきゃいけなかった時は、私この年でどうするんだろうけれども、まあ、紆余曲折ありながらも今はやりたい仕事で環境も整ってお給料良くなってるってことですね。はい、はい、そうですね。再就職58歳で決めたのでやったーって感じです。全然そんな風に見えないところがすごいなと思いましたありがとうございます。なぜね、そのようなすごいことが起きたのか、よかったら聞いてもいいですか。はい、ドリームプランナーの中ではやりたいことを否定されない環境っていうのがあって、みんなすごいこういうことやりたいんだって言ったら、全然どんなことでもバカにしないで、すごい聞いてくれるんですね。でしかもそれが上っ面じゃなくって、それどういうこととか、あいいねとか、私も真似しようとか、なんかすごくこう話してるうちに自分でもやりたいことが明確になっていくし、私なんてとか絶対無理じゃなくって、こうなんていうのかな、私なら大丈夫とかできるとかいう風に思えるようになったところだと思います。なるほど。そうか、そうやって思えると本当に道が開けてくるんです。はい、なんか自分が一番自分を信じるっていうのが、自分のことを信じるのが一番、信じてあげなきゃっていうのをすごい気づきました。そうですよね。というのが一番自分をね、いや無理だよとか否定しちゃうこと多いですもんね。そうですね、割と私真面目に気真面目に努力するタイプなので、結構自分に鞭打つタイプで、はい、なのでそうですね、自分を信じてあげられるようになったのが一番大きいかなと思います。じゃあどんな方におすすめだと思いますか。そうですね、やっぱり外では私もそうだったんですが、無理だよとか年齢のこと言われたりとかして、こう否定されて、なんか自分のこう夢とかやりたいことにもうなんか習慣みたいに、なんか思った瞬間にパッと蓋しちゃったりとかしてる方もたくさんいると思うんですけど、私もそうだったんですが、そういう方、やりたいこと我慢したり蓋したり見て見ないふりしたり、あとはやりすぎて自分が何をしたいのか分かんなくなってる人とか、そういう方におすすめだと思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後に今後のビジョン聞かせてもらってもいいですか。はい、そうですね、こういうコンサルティングとかコーチングを場所を問わずですね、どんなところでもいいのでずっと続けていって、でなんか日が差したところにお花がパッて咲くように、でそれが広がっていくように、たくさんの方々が笑顔になれるようなお仕事をずっとこれからも続けていきたいなって思ってます。あ、素敵なビジョンですね。ありがとうございます。本当に今日はですね、素敵な勇気が出るお話をね聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、失礼いたします、はい。